どうもこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今回はファイナルファンタジー9で、まだまだ紹介しきれていない有能な要素について紹介していきたいと思っている。ファイナルファンタジー9の動画ももう結構な数になってきて、だいぶいろんな知識がついてきたと思うんだけど、それでもまだ紹介しきれてないものがあるのね。まだ紹介しきれていないものがあるどころか、なんならまだ紹介できていないものの方が多いんじゃないかと思うくらいだな。この頃の RPG はディスクも当たり前のように4枚組になってて、ボリュームもどんどん増えていってたから、今回はどんな要素が出てくるのか楽しみだわ。みんなは当時からこういった要素に気づいてプレイしていたか、それとも今日初めて知るようなものも出てくるか、それじゃあ早速スタートなんだぜ。まず最初に紹介するのはリストととんがり帽子だ。なんかパッと見めちゃくちゃ普通そうな防具だけどそれぞれどんな性能なんだっけ？リストは物理防御が5で魔法回避が3で130ギルという序盤から購入可能な防具。そしてとんがり帽子は魔法防御が9で力が1上がる260ギルの防具だ。正直性能を聞いても何の変哲もない序盤の防具にしか思えないんだけど、だがこれらの装備が力を発揮するのはこのまま使用した場合ではなく、合成を利用した場合なんだ。なるほど、この2つを合成するととんでもなく優秀なアイテムが生まれるわけね。それで一体何が作れるようになるの？この2つと1000ギルを支払うと作ることができるのは木綿のローブ、物理防御が10で魔法防御が2、そして力と魔力が1上がり、非属性が弱点となる防具だ。非属性が弱点？なんか全然強そうに見えないんだけど、木綿のローブの最も優れているところはその性能ではなく売りね。なんと2000ギルもの値段で売ることが可能なんだぜ。2000ギルで売れるのがそんなにすごいことなの？ここで今までかかった費用を計算してみてほしい。リストが130ギルでとんがり帽子が260ギルで合わせて390ギルに、合成や2000ギル払ったから合計で1390ギル？その通り、1390ギルで作ったものがすぐその場で2000ギルで売れてしまう。そして購入制限などもないのでこれで無限にお金が増やせてしまうんだ。そういうことか。買って合成して売ってっていう手間はかかるかもしれないけど、この方法を使えばお金を無限に増やせちゃうわけね。そういうことなんだ。他にも合成することで元値よりも高く売れてしまうものがいくつかあり、例えばフェニックスの王150ギル、ギサールの野菜を80ギルで買って、300ギルを払ってフェニックスの羽に合成する。この時点で150ギルと80ギルと300ギルで、合計530ギルかかってるわね。しかしそんなフェニックスの羽はなんと1000ギルで売ることができてしまう。かかったお金の倍近い値段で売れるとか。ファイナルファンタジー9は武器に防具に合成にとお金を使う機会が多いので、これを知っているか知らないかで手持ちの装備の充実度がかなり変わるはずだぜ。まさかこんな金策があったなんて、私も家にある帽子と腕輪をセロテープでくっつけて、急いでメルカリで売らなきゃ。売れるといいな。続いてはビビの武器で、ディスク3で普通にお店で買うことができる八角棒なんだが、先に言っておくとこれがビビの最強装備だ。でもこの後ディスク4でもさらに強い武器がお店に出るだろうし、ラストダンジョンの宝箱とかでももっと強い武器が手に入りそうだけど、それじゃあこの八角棒とその後手に入る杖の性能を比較してみよう。まずは攻撃力だが、八角棒が29なのに比べそれ以降の武器は32と35とかなり強いことがわかる。性能も高いし何より武器の名前がかっこいいわね。だがレ夢ムはビビで物理攻撃をするか？しません。というわけでこの攻撃力はビビにとって何の意味もない。すると武器に付属している特殊効果で優劣を決めることになるんだが、まず八角棒は水と風属性を吸収することができる。属性吸収はありがたい。そして同時に風属性が弱点になってしまってもいる。あれ、風属性に対して弱点と吸収を両方持ってる場合ってどうなるの？弱点によりダメージアップした数字を吸収できるようになるので、通常の吸収よりも回復量が増えることとなる。めちゃくちゃありがたい。さらに水属性を強化することができるので、これによりボータがかなりコスパのいい優秀な攻撃手段となるんだ。それはかなり便利ね。となるとあとはそれより後半で手に入る杖の効果との比較だけど、それ以外の杖はどんな特殊効果がついているの？この先で手に入る杖にはなんと、こういった属性吸収や強化などの特殊効果が一切ついていないんだ。ってことはただ攻撃力が高いだけ？そういうことだ。じゃあビビが持っててもしょうがないじゃん。それぞれの杖で覚えられる魔法もあるので、新しい魔法を覚えさせるために一時期装備させるというのはあるが、それ以外では八角棒以外を装備させる理由が全くないというわけだな。ディスク3の店売りの武器がまさか最終武器になるなんて。ちなみに終盤の敵で風や水の強力な攻撃をしてくるボスも割といるんだが、そんな相手はこの八角棒ビビ一人で無双状態になってしまう。こういう、実は最終武器よりも手前で入手できる武器の方が強いみたいなのって、他にはあったりしないの？基本的にはやはり最終武器が最強武器になるケースが圧倒的に多いが、サラマンダーの爪に関しては最終武器のルーンの爪やその手前のデュエルクロウよりも、カイザーナックルの方が攻撃力は低いが風の属性がついているので、以前の動画で紹介したようにデスゲーズも永遠の闇もオズマも、風属性が弱点ということでこちらの方がダメージは大きいだろうな。終盤のボスがみんな風属性が弱点って、改めて聞いてもやっぱりびっくりだわ。続いては序盤で合成可能な時短の武器であるオーガニクス。これは確か序盤で合成したらそれまでの武器よりもかなり攻撃力が上がって、その後の冒険がかなり快適になった記憶があるなぁ。もちろん早い段階で作ればそれまでとの武器から格段に強くなり、時短のダメージがかなり上昇するという恩恵はあるんだが、それ以上に注目したいのがアビリティの闘魂放棄だ。ああ、確かこんなアビリティあったなぁ。でも説明欄を読んでもあんまり意味がわからなかったし、実際使っても強い気がしなくて結局全然使ってなかったんだけど、これはその武器が持つ状態以上の効果を 100% 発生させるというものなので、例えばオーガニクスは敵を暗闇にする追加効果を持っているが、敵を 100% 暗闇にできてもなぁといった具合でその強さが伝わっていなかったりする。そうそう、状態異常なんてちまちまつけるより普通に攻撃した方が早い気がしちゃって。だが状態異常効果を持っている武器は何もオーガニクスだけではない。例えば正宗は死の宣告の効果を持っている。ってことは正宗を装備した状態でこの闘魂放棄を使ったら、100% の確率で敵を死の宣告状態にできちゃうってこと？敵に耐性がなければそういうことだ。敵を確定しさせられるとか最強じゃない？他にもサルガタナスは石化の状態異常効果、エンジェルブレスは混乱の状態異常効果を持っている。敵を石化も混乱も 100% させ放題とかヤバすぎる。そんな嘘みたいなアビリティがあるなんて全然知らなかった。もちろん単純な攻撃力アップという意味でも優秀な武器ではあるんだが、それと同時に早いうちに重要なアビリティを習得しておくということで、積極的に作っておくといいかもしれないな。続いてはフライヤーが使うことができる技のホワイトドロー。仲間全体の MP を回復させるという珍しいタイプの技なんだが霊夢はどんな印象を受ける？全員の MP 回復はありがたいんだけど消費 MP が36は大きいわよね。感覚的にはフライヤーの MP が余ってて他のキャラの MP が少ない時に、フライヤーの MP を犠牲にして周りを回復みたいな感じなのかなぁ。実際に使ったことがない人はそういった技だという印象を受けるかもしれない。だが実際は全く違う超優秀な技なんだ。そうなの？というわけで実際にこの映像を見てもらいたい。どれどれ？なんかとんでもない量の MP 回復したんだけど、てかこれ普通に消費 MP 分よりも回復の方が全然多いじゃない？そうなんだ。回復量自体はランダムなんだがその加減は0。上限は敵のレベル ×2 となっているので、中盤くらいで敵のレベルが30程度だと回復量は0から60の間、終盤だと雑魚敵でも敵のレベルは70程度となるので回復量は0から140程度、つまり相当運が悪くない限り、使えば使うほど MP が増え続けるという超高性能な MP 回復手段となるわけだ。これがあったらもうテントもエーテルもいらないじゃない？しかもフライヤーで攻撃したい時は U の紋章で簡単に9999を出せてしまう。攻撃もサポートもこなせるなかなかにぶっ壊れなキャラだと言えるかもしれないな。フライヤーってこんなに強かったのか。最強装備に関してはよくエクスカリバー2とかアルテマウェポンといったような武器ばかりに目がいってしまう傾向があるので今回は最強の鎧を見ておこう。ブリキの鎧って名前だけ聞くとなんかおもちゃの鎧みたいで弱そうだけど、これが最強の鎧なの？これは全てのステラ値を集めた報酬でもらえるトンカチを、ラストダンジョンにある究極の合成屋に持っていくことでのみ入手できる、正真正銘の最強の鎧だ。具体的にはどんな風に強いんだろう？これは他の装備が持っている力プラス1とか非属性半減といったような、特殊効果は一切ついていないんだが、その代わりに数字面がありえないことになっているんだ。ふむふむ、まずこれがブリキの鎧以外の防御力上位の鎧の一覧だ。源氏の鎧とかシリーズおなじみのものも入ってるしどれもかなり強そう。でもどれも物理回避や魔法回避は上がらずに、魔法防御も一部の装備でちょっと上がる程度なのね。そうなんだ。だがブリキの鎧の性能はこんな感じ。いや一つだけ数字の設定がおかしすぎる。物理防御が全鎧の中で最も高いのはもちろん、他の鎧では上がらないようなステータスまで爆上がりすることとなり、まさに鉄壁のスタイナーが生まれるというわけだな。これは思ったよりだいぶ異常な数字設定だった。入手するのは物語の最終版で入手難度も比較的高いが、最後まで進めた人であればぜひ入手しておきたい一品ではあるな。これは確かに欲しいなぁ。ファイナルファンタジーシリーズではおなじみの最強アクセサリーであるリボン。霊夢はリボンといえばどんな効果をイメージする？そりゃあ全ての状態異常を無効にしてくれるっていう効果よね。そのイメージが強いよな。ちなみになぜリボンが万能な性能かというのは、一説によるとリボンがアクセサリーとして何にでも合う万能なアイテム、というところから来ているらしい。その由来は知らなかった。そんなリボンだが今作では状態異常系の性能ではなく、水と風属性を吸収し、火や霊や雷や性属性を半減してくれるという、優秀な属性系の防具に生まれ変わっているんだ。初めて効果を見た時は今までと全然違っててちょっとびっくりしたけど、結局めちゃくちゃ優秀な性能だから今作でも最後までお世話になったわね。ちなみに初期作品でもリボンは属性耐性系の装備品なので、そういう意味でも今作は原点回帰なのかもしれないな。スーファミのイメージで喋っちゃったけどリボンは元々は属性耐性系なのか。じゃあ今回リボンには状態異常対策は全くされていないのかと思ったら、実はアビリティであるモグのお守り、こっちで実は効果を発揮してくれていたんだ。このアビリティって説明を見ても全然意味がわからなくて、なんとなくつけておいた方が良さそうな気がしてつけてたんだけど、結局どういう効果だったの？これはなんと戦闘不能以外の状態異常を全て自動で解除してくれるんだ。じゃあ実質スーファミ時代のリボンの効果と一緒じゃない？モグのお守り最強。だが解除されるタイミングはなんと戦闘終了時。つまり戦闘時は状態異常になろうとも何も守られることはなく、戦闘が終わるといつの間にかそれが治っているという性能なんだ。いや、そもそも戦闘が終了したら勝手に解除される状態異常もあるし、そうじゃなくても消耗品一つで簡単に直せるし、一番状態異常から守ってほしいのは戦闘してる最中でしょ。だが戦闘中は残念ながらモグは一切守ってくれない。モグー、こんな風に中にはちょっと注意が必要な有能装備もあるということだな。何も知らずにずっとこのアビリティをつけちゃってたわよ。でも戦闘終了後とはいえやっぱりモグが守ってくれてるって思ったら、ストーリー的には後悔はない。そんなわけで今回は紹介しきれていなかった有能要素について見ていったが、このチャンネルではファイナルファンタジーをはじめスーファミやプレステなど、様々な名作レトロゲームの解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。モグとエイコの絆は今でも泣けてくる。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。